メンズカップ女子第1位チーム全校南文子さん、あなたは第37回京都美山サイクルロードレースにおいて表彰の成績を収められましたので、ここにその栄誉を称え表彰します。令和6年5月26日京都美山サイクルロード実行委員会会長中島孝明代表実行委員長ここのゲスト、どうもおめでとうございます。おめでとうございます。まずはチャンピオンジャージから、はい、たくさんございます。実は、はい、また後でねちょっと説明させていただきますけれども、今回ね、あの美山ロード37回ではありますけれども、今回女性だけのレースが実は初めての取り組みということで、これまで混合でね一緒にあの混走で男性とも走っていただいてたんですけれども、女性だけのレースというのはねなかなかないので、今年初めて女性だけで走っていただくカテゴリーを作りました。はい、木製ですね。そして今回このウィメンズカップのために作りました月桂冠です。はい、月桂樹の葉っぱで冠を作っております。制作は美山にありますフラワーショップなにまにさんというお花屋さんがあの新しくできてるんですけれども、地元の花屋さんで作っていただきました。はい、あ、ぜひ、あ、紹介先していいですか。ごめんなさい、長くなりますがすみません。はい、材料提供と、ごめんなさい、アロマ監修は野の花、林陽子さん。はい、アロマのね、あ、すごくいい香りが、すごくいい香りがしてます。はい、材料提供は美山大野在住の方にしていただいたということで、美山で育った月桂樹の葉っぱとそしてハーブを混ぜ込んで作ってありまして、本当にもうすでにいい香りがここに漂っています。はい、美山の香りの月桂樹をぜひ、はい、それでは頭の上に乗せていただいて、はい、ウィメンズ初代の女王ということでおめでとうございます。本当にいい香りがしてます。すごくいい香りが。そして副賞は美山の美味しいお米です。これでパワーをつけていただいて、また来年もチャレンジしていただきたいと思います。はい、面白農民クラブさんの、ソーセージと、そして今回サンポルトさんから提供をいただいていまして、サイクルベストとバッグを、はい、使用いたします。おめでとうございます。はい、そして2位です。表彰状第2位伊藤あすみさん、以下同文です。どうもおめでとうございます。おめでとうございます。2位の方にも副賞がございます。美山観光農園エワランドさんで作られましたプロマイトお米、そしてこちらもサンポルトさんから、2位の方にはサイクルキャップとポーチのセットがプレゼントされます。ありがとうございます。表彰状第3位、山賊島野真美さん、以下同文です。おめでとうございます。おめでとうございます。3位の方にも副賞がございます。美山のお土産から、美味しい芋けんぴとコーヒーのセット、そしてこちらもサンポルトさんからの提供です。3位の方にはサイクルキャップとソックスがプレゼントされます。おめでとうございます。さあ、ということで今回あの皆さん本当に美山ロードでよくご当地の方はいつも混成で混走でダンス女子一緒に走っていただいてて、ちょっとね実力が分かりにくいという声もたくさんいただいていたということで、まあ、全国的にもなかなか女性だけで走れるレースっていうのはね、ロードレースでは少ないということで聞いてるんですけれども、今回あの、まあ、皆さんの選手の皆さんの声を反映して初めて女性だけで走るウィメンズのレースをあの開催いたしました。ところ30名もね一緒に走ってくださったということで、なかなかこれだけの規模で本当に全国のレースなんじゃないかということで、その初代女王ということで、ね、おめでとうございます。じゃあ皆さんに感想を聞きたいと思います。いかがでしたか。女性だけのレース楽しかったです。女性だけやっぱり良かったですか。はい、めったに走ってくださって、ぜひね来年に向けていろいろ感想をまたね後で、はい、あの聞かせてください。はい、2位でした。いかがでしたか。ありがとうございました。なかなかこの公道のレースで、しかも女子がこんなにたくさんの女子が走ってくれたので、すごく内容も楽しいレースでした。ありがとうございます。また来年もよろしくお願いします。来年もぜひね開催できたら走ってくださるということで楽しみです。そして優勝、南さんおめでとうございます。ありが
とうございました。あのご存知の方はご存知の通り、私山がすごく細いので三山の綺麗な山を楽しむこともできず、せいぜいハーハーしながら登ってたんですけど、あの初代に来てくれてすごく嬉しいです。ありがとうございました。ありがとうございます。山が苦手でね、2周ね、すごかったと思いますが、大丈夫です。この後またゆっくり山楽しんでください。景色をね、楽しんでいただけたらと思います。おめでとうございます。それでは皆さん、どうぞフォトセッションです。お写真たくさん撮っていただきたいと思います。おめでとうございます。